強さしかないです。なるほど。まあまあでも、はい、頑張るよ。頑張るよっていうのはその意味、頑張るよって小高が頑張っちゃうともう終わりなんだけどね。頑張っちゃうともう終わりなんですけど、まあそこはいいや。やべ。あ、うまい。しかも3段。うわー、そこでラグるか。やばい。ちょっと重いな。出ないか、あれが、戦列が。お、チラシ入る。飛んでいく。とか、中村さん対後藤さんは3勝0敗か。これも含まれちゃったのかな、じゃあな。これで21か。3、3、9、13、16、19。大志見る。投げて。ここは戦術がフルヒット。おっと、めくりが入らない。後ろそばっと。タッチキック、冷静に対空。さあ、小高頑張ってしまうと、後藤さんの優勝が決まるが、さあ、瀬尾くん、ここから全勝すれば、後藤さんと決定戦があります。おっ、ここで角の様が来る。ジャンプ台パンで落として、ソニック、チワシが当たる。合計、ああ、前にジャンプしましたが、小高商店が勝利なので、後藤さんの優勝が確定しました。確定しました。おめでとうございます。まさかの結末。はい、後藤さん優勝おめでとうございます。優勝です。後藤さん、おめでとうございます。本当に。ありがとうございます。すごかったです。もう尋常じゃなくて強かったです。本当にあのこんな舞台用意してくれてありがとうございます。セオスタイルなので残り27カウントまで来ましたが、おお、待って、これは気候気に入りしました。これはあるか、どうだ、スパコンガードして、あー、ちょっとつかした。いう前にですね、まさに関東対中部という感じでいけばいいでしょう。あと波動拳の処理ミス、これでしっかり入って、だから、あ、しかしうまいところ最後出した。今何、おわ、しかも思ってるよ、うまい、ちょうどの、どうだ、そう、うまい、ここまで逃げた、うん、おわ、噛みついた、うだから、噛みつく、うわぁ、あ、刺さる、ちょうど痛かったか、うわ、ここは、これは厳しい、真空、ガードが間に合っている、さすがに厳しい、おわ、それがここは反応している、しかし、しゃがみなキック入って、もう一回キック、ちょっと上たいの、つらいところ、さあ、していきます、ナイトメア。さあ、小細工で削ってないかな、これどうだ、うそ、噛み切って、クヤスラ、おっと、めくって、でも噛んでこれで終わりなんだよね、おっと、どうだ、どうだ、あるのか、あ、待って、噛みつい、うそ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 、ファンファイト、ファンパンチ、よっしゃー、あー、さあ、このままじゃない、潰した後にさらに投げて、これもソニック、プライドを捨ててきた、怪しい、突き返す、めくりを出していきました。ダイゴス、ダイゴス当たっている、ダイゴス大パンファイヤー、ダイゴス削って、気候圏、これでもう一回削り、男の線は知ってるから俺、知る知る、あー、死んだ、しっかり上を見ている、真空もあると、しかしサマーで真空を倒してる、ここは無理せず、しかし歩けない、勝利拳、勝利かな、お前、スライキャンじゃないです、後藤さん、大会勝負、おぉ、最大、最大、あー、よりも強気ですね、飛び合った、戦列先に行っていく、さあ、中盤、ダブルを潰して、ひれーし、うわー、すかし、なので、体力勝負にもなって、眠い人のことと思えない、ちょっと待って、待って、待って、眠い人のこと、ほんと思えないです。すっきりでね、いやちょっとこれは怒ってる、怒ってる、真空出すしかない、ダイゴス真空、ここは先手を取って、中ボス、ダイゴス中足なくなるとこれ、ああ、ファイヤー受けづらい、
歩き足うますぎうますぎうますぎ、ね、これはもうあと踏み込まずに失敗した。踏み入る。おお。画面端での波動が強いのよ。うわあ、ブレイク腰にネットリックが刺さった。下がり波動。タイムの竜巻で、ああ見てからシンク完全に見てからダブルサマーで、うわ引っ張り投げだったので、うわあシンクが人生やってきた。いきなり引き出しの。ああ。鎌確かにありました。いやしかし踏み込んだりするから相当いくぞ。うわあ入れてる。めが中古さん。真空削り。わあ真空。うわ勝利する。勝利だけ真空削り圏内。勝利。勝利圏。後藤が強すぎる。私は食らわない。あれいく勝利。あ真空に合わせ投げジャンプ踏んでしまう。真空削り圏内。これちょっと待って、本当にうまい。マジか、やばい。そしてこのキャミンステージ、いいとこ来ましたね。はい、やここ入らず画面端から、ちょっときついというところ。安全から投げて、マジか。あーちょっと高い、ちょっと高かった。これはやってしまったか、うっ分からん。うわーしゃ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 、じゃあ早く終わった。